行こうか。その謎めいたエルフに会えるといいんだが。仲良くなれるといいけどね。別に寝たいわけじゃない。シリのことを聞くだけだ。こっち。グベンダグヤ。ワイルドハントだ。あの亡霊軍団、まさか現実に存在するなんて。しっかりとその目に焼き付けるんだな。ほう、航海士を連れてるぞ。何ですって？反対側へ瞬間移動。それよりうちまで瞬間移動したいわね。本気で後を追うつもり？行くぞ、早く。嫌な予感しかしないわ。そんなにネズミが怖いのか？魔法で簡単に始末できただろう。まあそれはいい。一体何があったんだ？何かが干渉して瞬間移動できなかった。あいつらどうやって向こう側まで行ったのか見当もつかない。ワイルドハントの瞬間移動は俺たちのとは違う。航海士と呼ばれる専属の魔術師を使う。海賊ごっこでも何でもいいけど、もう二度とごめんよ。行こう。ワイルドハントからかなり離れたが、まだ追いつける。ちょっと何言ってるの？一刻も早くここを出るのよ。ワイルドハントが何をしてるか知りたい。でもここへはエルフの魔術師を探しに来たのよ。奴らが男に追いついたら話を聞けなくなる。それに。それに何？ちょっと待って、ワイルドハントに興味があるのね。シリに関係してるんじゃない？まだ私に話してないことがあるでしょう。一緒に来たら話してやる。いつもそんな調子なの？トリスやイエネファーに同情しちゃうわ。分かった、行きましょう。グベダグラン。
水遊びはどうだった？楽しかったぞ。来なくて損したな。憎い化け物め。魔術師の郵便みたいなもの。誰かに盗み見されるかもしれない手紙と比べてずっと安全なの。シリエのメッセージだ。カモメの娘とはララドレンの子孫という意味だ。ええ、エルフがシリにつけそうな名前ね。でも剣の示す印というのは暗号？シリは自分の剣をジルエアエル、つまりツバメと名付けていた。あなた以外にそれを知ってる人なんているの？だからこそだ。エルフの魔術師はシリ以外に見つからないように道を隠したんだろう。あなたみたいな人が来るとは思ってなかったのね。だがエルフは招かれざる客が来ると予想して警戒して準備してた。ワイルドハントの行く手が塞がれてることを祈ろう。じゃあ行きましょう。ツバメを追っていけばいいのね。どうだろうな。古代のエルフの港？彼らは海を渡ってここに来たのか。一体どれほど前のことなのかしら。気をつけろ。あの黄色いモヤには毒がある。言われなくても知ってるわ。あのキノコを見れば毒があることぐらいわかる。ベセミルが言っていたな。イグニを覚えたばかりの頃にあのキノコに試し撃ちをした。危ないことするわね。どうなったの？死にはしなかったさ。若いウィッチャーは自由だ。傷もすぐに塞がる。さあ、
に入りたい。水遊びはどうだった？楽しかったぞ。来なくて損したな。この道で合ってたみたいね。あの投影を見た場所の柱にそっくり。ジロエアエル、インフォルデソルエセイヤーアニ。ジロエアエル、インフォルデソルエセイヤーアニ。エンシル・ケルピ。ケルピー？海の怪物のことかしら。シリが自分の馬につける名だ。悪魔のようにかけるという意味でな。へえ、素敵な名前ね。じゃあその馬を探す。グベラグ。ケルピー、また馬か。前のものとほとんど同じだ。さてどうなるか。ゲラルト、何をしたか知らないけどうまくいったわ。来て、うまくいったみたい。行きましょう。なるほど。私のこれはツバメか。うまくいった。行きましょう。大丈夫なのか。ぐっ、随分静かになったわね。嫌なのか。嵐の静けさになったでしょ。
嫌な予感がするんだけど。ジルエアエルではない、侵入者、侵入者は排除する。早く教えてくれ。直感は私の自慢の武器なの。見くびらない方がいいわよ。そうだ、早く動かさなくちゃ。またゴーレムが出てくる気がするの。またツバメだ。見て、うまくいったわ。